はい、どうも、メヘロおじさんです。おはようございます。昨日もですね、ちょっと一日寝てまして、久しぶりにね、二日仕事休まないといけないような状況になりまして、本当に困った状況だったんですけども、なんとか今日はいけそうな感じがしております。で、こういううつの、なんですかね、波に揉まれながらですね、やってきまして、なんとか、13万回再生、行くことができました。ありがとうございます。で、限定公開しているものもあるので、本当なら多分13万もうちょっといってるんですけども、それを戻す気もあんまないし、今日見たら行ってたんで、これからまた始めようかなというようなところでございます。で、特に年末からですね、しばらく閉じてた関係で、登録者の方も、いなくなるかなと。いうふうにも思ったんですけれども、意外と減らずに、316ぐらいまで減ったかな。で、今327まで、7かな ?326 かなまで、増えてきているので、ちらおちらですね、やっていきながら、あとは自分が、言うたら、休職しないレベルでですね、頑張っていければなというふうに思ってます。最初、年始の目標1000人目標だったんですけども、えちらおちら、500ぐらいいけばいいかなというふうに、思っているのと、オフ会とか、個別のですね、保険相談とか、そんなんを受けながらですね、ゆるゆるやっていければなと思ってます。で、今こういう状況なので、できれば、うつ状態とかの話もしよう思ったんですけども、あんまり、なんていうんですかね、自分でもそれが楽しいとは思えないんで、体調悪いっすっていうのは悪いっすっていうところで、質問があればそれに答えようかなというスタンスにしようと思ってます。あとは基本的に時事ニュース、あとリミックスポイントの株価について、話していくというようなところであったりとか、あるいは、最近、言うた友達に言われてですね、本買ったんですよね。適職の条件っていう、これ、うつさんっていう、YouTube で20万人登録いってる方の本でございます。で、主に新卒採用の、言うたら、どういう業界に行ったらいいかとか、面接どうだっていうことを結構お話になってる方で、もともとは転職何回も繰り返して、どっかの役員かな、やってたっていう方で、主に人事関係に強いというような方の話なんですけども、いや、これ別に転職とか考えなくても、なんていうんですかね、自分のやれることリストみたいなのがあったりとかですね、言うたらチャート図作ったりとか、あるいはなんていうんですか、マトリックス作ったりっていうことを、いろいろやりながらですね、現状分析するというようなことが、書かれてたりとか、全部読んでなくて、まだ僕30ページぐらいしか読んでないんですけども、パラパラ見てるとですね、自分、そういえば改めて、自分を冷静に分析するってことはあんましてねえな、というところがあったので、これをやりながらですね、自分のできることとか、棚卸しをしながら、お話、進むことができたらな、とかっていうふうに思ってますし、ここで得た知見とかをまたアウトプットできればな、というふうに思ってます。って言いながらも、全然うつ状態ひどくて、本読むことすらできなかったんですけども、というところなんですよね。本読めなかったら、じゃあ何するかって言ったら、この口が動いてるうちはですね、もうベラ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 喋って、質問にも答えながらですね、保険とか、言うたら今ある、おじさんの頭でできることを、やれることをやってですね、お返しできたらなというふうに思ってるところでございます。本当にもう、一日一日体調の波があったりするんで、やれることをやるだけ、だというふうに思ってますし、その結果ですね、今、登録者も増えて、再生数も増えてきているというところなので、この PDCA を回しながら言いながら全然回せないんですけども、やれることをやるというようなところで考えてございますので、よろしくお願いします。というところでですね、時事ニュース1本挟もうと思ってます。バルミューダの話を僕はずっとしたかったんですよね。バルミューダが iPhone みたいな形でですね、対抗して、自社製品で、バルミューダフォンっていうのを作ったんですよ。で、ただ中身がですね、本当に低スペックの、バルミューダブランドがあるだけっていうようなもので、iPhone で言ったら多分3世代ぐらい遅れてるかなというところのやつで、そもそも売れるのかっていうところがおじさん疑問だったんですけども、最初一定売れたみたいなんですけども、なんか3万台ぐらいしか売れなくて、で、
今、そのバルミューダってソフトバンクで買えるらしいんですけども、京セラの方でですね、中身作ってる京セラの方から、まあ言ったら、技術が、適合証明が、ちょっと、なんかまあ、ちょっとあんまうまくいってないというようなところでですね、申し合わせが来て、今ちょっと販売中止になったというところなんですね。なので、バルミューダってもともとその生活用品の高級路線でですね、まあコーヒーとか、コーヒーメーカーとかですね、ああいうところやってるので、別に、言うたらそういうスマホとかに全然行く必要がなかったのに、まあ言うたら、舵取りをこう変える、ようなことをして、失敗したんじゃないかなというところでございます。なんて言うんですかね。まあ、バルミューダって別に、もともと、言うたらまあ、そういう、家電関係で行ってたんだけれども、家電関係もやってたし、なんかそういうスタイリッシュなものをやって、バルミューダだから買うという、ような形のそのブランディングをしててですね、いろんなところちょこ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 なんかこう、端っこの方に出て、高単価なものを売るっていうような戦略で行ってたんで、それは当たってたみたいなんですよ。ただちょっと社長が尖りすぎて、なんかスティーブ・ジョブズが好きなんかな、なんかそんなことで、憧れを持ってなんかこう、一気にボーンとやったけども、全然前ほどできませんでしたねっていう事例で、これ多分すごいお金突っ込んだけども、全然でしたねっていうところだと思うんですね。なんかそれやったら今までやってたことの延長線上でチャカ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 金稼いでた方が良かったんじゃねえのっていうのを素人目線では思いますと。で特にそのスマホなんて数百万台売れないと元が取れなかったりとか、あと販売ラインとか、もそうですけども製造とか、まあもう外注でできたとしてもですね、まあすごいお金がかかるものですわと。でそれ取れたらええですけども、その周りの会社が入れないっていうようなところなので、風穴開けたろうかと思ったのかもしれないですけども、いや無理も無理なんで、まあ、なんていうんですかね、まあ、個人的にアイリス大山とかね、まあ言うたら、京セラはまあ自分で作ってたりするんで、中のモジュールとかを。で、言うたら、いける可能性がある会社って、ある程度絞られてくると思うんですよ。なので、そんなところでバルミューダが入ったところでいけるわけがないのに、まあ無謀なことしたなと思っております。あ、でも逆にこれが成功したら、多分良かったんだと思うんですけど、品質いまいち、ブランドだけ、で、なかなかうまくいかないですよねと。まあ今も iPhone とかも浸透してきてるんで、おじいちゃんおばあちゃんの中でも。ってなると、なかなかまあ難しかったんだろうなと。いうふうに思うと同時に、言うたらまあそういう、勝てる土俵で、ちゃんと勝負をするっていうことに徹するっていうことの難しさ、やっぱり予想に行ってもうちょっとでかいパイ狙いたいなっていうそのスケベ心はあると思うんですけども、スケベ心や、まああるいは、バルミューダ自体がまあ新しい会社なのかって言われたら、そう分からないですけど、まあ言ったら2代目とか3代目だったら飛躍させたいとかね、成果残したいとかっていうのはあるんですけれども、そういう誘惑に打ち勝って、うちは稼ぐところだけ稼ぐんだって、京都老舗の一軒しかないお店とかありますよね、何百年続いてって。あのスタンスで、やっぱり細々細々、いろんな周りが変わっても、頑張って、その自分たちのブランディングを、守りながら、コツコツ稼いでいって、コツコツ広げていくっていうことをやるのが、なんか日本企業は合ってるのかなというふうに思った次第でございます。まあ、なんていうんですかね。まあ、これは多分大こけにこけた話なんじゃないかなとは思ってます。だからまあ、そういうところからもですね、まあ自分に置き換えたら、まあなんですかね、まあ、若い頃って何でもできますでいけてましたけども、まあ、これは適職の結論にも書いてるんですけども、なんか、ポテンシャルの観点から、こう、自分にできることっていうのをなんかこう、六角形みたいな形にしてですね、まあ、いろいろ自分なりにまあ、いろいろ書いてみると。でも、30代になったら、できることっていうのが、まあ、言うたら、ポテンシャルの中、のうちのどれぐらいが自分の中でできることっていうのが、なんか分かってくると言うんですね。そこをなんか見極めて、言うたら自分のその、得意分野であったり、勝てるところを整理していくっていうことがまあ大事なんだよってことがチラッと書いてあったんで、まあ、この事案と合わせてですね、喋っているところでございます。っていうところ今思いついたんですけども、はい、というようなところで、13万回再生ありがとうございますというところとですね、まあうつ状態でまあフラフラしてますけれども、まあできることをやるだけというところでですね、またコツコツやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。以上です。